なるほど。お兄さんたちもやっとそこまでたどり着いたみたいね。出席者も揃って招待状も届けられた。これでパーティーの準備は全部整ったのかしら。先にお兄さんを見つけるのはエステルたち？お兄さんたち？それとも相変わらず全てが見えておるらしいな。お互い別々に作動する因果がこのクロスベルという場でどんな織物を編み上げるのか、それが見えるというだけよ。なるほどな。マフィアと例の教団が何をするつもりかは知らんが、少々騒がしくなりそうだの。まあこれも自業自得、いや因果応報というものか。ええ、あの灰色の町が積み重ねてきた因果の報いというべきかもしれないわね。てっきり結社の関与もあるかと思っていたのだけど。この地は結社と教会の干渉地帯にもなっておるからな。法王は騎士の活動を禁じ、名士は執行者を派遣しない。まあ、あくまで建前としてはだが。おじいさんの工房がある時点で怪しいものだけど、まさかクロスベルの動力ネットに介入できる変革システムまで用意してるとは思わなかったわ。おかげでレンも退屈しなくて済んでるけど。お前さんの役に立ったのなら用意した甲斐があったというものだ。あやつが押し付けてきた時にはぶち壊してくれようと思ったが。相変わらず博士と仲が悪いのね。13工房の管理者にして使徒第6中ノバルティス博士、精神のネットワークがあるのに今さらエプスタインの試験運用に何の興味があるのかしら。あやつのことだ。どうせろくでもない企みのために役立てようと思っとんのだろう。まったく、開発途中の実験策を適当にばらまきよって。お兄さんたちが戦ったあの赤い武者さんね。モニターで見た限りではなかなか優秀な子みたいだけど。やはり自律的な状況判断と柔軟な行動選択に難ありだな。なかなかお前さんの相棒のようにはいかんさ。でもレンがここにいるのは博士も気づいているんでしょ。レンはともかく彼について何も言ってこないのかしら。今のところはだんまりだな。どうやら新しい機体の開発に熱中しておるようだな。まあ課題だった姿勢制御と関節部分の構造強化も完了した。あやつに余計な口を挟ませる隙は見せんさ。ありがとう。これでやっと最後の賭けが始められるわ。そんな顔しないで。人形繰りを教えてくれたり、偽物の人形さんを作ってくれたり、こうしてかくまってくれたり、おじいさんには感謝してるわ。なに、大したことはしておらんさ。それよりも今日は忙しくなるのだろう。少々早めだが午後のティータイムとしよう。そうね。今日は長い一日になるわ。多分この実習が始まって一番長い一日にね。
なるほど、そんなことになっていたとは。失踪者の噂についてはこちらも掴んではいたけど、今回は完全に出遅れちゃったわね。しかもよりにもよってあの教団が出てくるなんて。そのアリオスさんも6年前の教団事件に関わっていたんですよね。残党が残っている可能性はどのくらいあると思いますか？そうだな、確かに全てのロッジは制圧されたが、地下に残党が潜った可能性はあり得る。犯罪組織などが手を貸せば潜伏は非常にやりやすくなるだろう。まさにルバーチェなんかうってつけの隠れ身のだったわけか。でもどうしてそんなリスクの高いことを。計算高いマルコーニ会長にしては少し違和感を感じますけど。確かにあの教団の残党をかくまったりしていると分かったら放っておかないところは多いはずよ。うちはもちろんだけど、教会とか例の結社とかもね。となるとまだ見えていない事情が存在しているんでしょうか？ああ、しかしそれを確かめている余裕はなさそうだ。今は手分けしてマフィアと失踪者たちの行方を追うべきだろう。おそらくそれが教団の残党の正体をあぶり出すことにもつながるはずだ。あの、それでは協力体制を結ぶってことでそっちもいいのかよ？ええ、こちらも依存はないわ。市民から失踪者が出ている時点で私たちは無関係ではいられない。それに薬物被害についてもね。助かります、どうかよろしくお願いします。ああ、こちらこそ。そうと決まれば役割分担を決めておきたいところだが、エステルたちはともかく他のメンバーはどうしている？幸いスコットとリンたちにも緊急の仕事は入っていないわ。エステルちゃんたちを含めたら総勢7名は確保できるわね。よし、全員に招集をかけてくれ。今日中に目星い場所は回れるようにしておきたい。オッケー、それじゃ連絡してくるわね。相変わらずのフットワークの良さですね。それが俺たち遊撃士の最大の強みでもあるからな。そういえばセルゲイさんはこのことを了解しているのか？ええ、協力体制についてはすでに許可をもらっています。アリオスさんによろしくと言っていました。そうか。そのアリオスさん、警察にいた頃は課長の下で働いていたんですよね。俺の兄貴と一緒に。ああ、セルゲイさんと俺とガイ、たった3人で捜査1課以上の実績を打ち立てた警察史上最高と謳われたチームだが、5年前俺が一身上の都合で警察を辞めてからチームは解散した。セルゲイさんは警察学校に移動し、ガイは捜査一課に移り、その2年後ガイは殉職を遂げた。俺が警察を辞めなければ。そんなことを言うつもりはない。俺は俺の事情と決意を持って警察とはたもとを分かったからだ。だがそれでも未だに思い出すことがある。あの輝かしい日々を、癖の強い上司と破天荒な相棒と共に過ごした歳月のことをな。だから正直お前たちが羨ましいくらいだ。天下の風の牽制にそんなことを言われるとはね。どちらかというとギルドの風通しの良さが羨ましいくらいですけど。警察には警察の、ギルドにはギルドの役割がある。いかなる権力にも屈せず、普遍的な理想としての正義を追い求めるのがギルドなら、権力という矛盾を抱えながらそれでも正義を追求するのが警察の役割だろう。お前たちが感じてるであろう様々な矛盾や理不尽な状況、かつては
俺も感じたものだが、今となってはそれもまた価値のある経験だったと思う。権力という矛盾を抱えながらも追求する正義。兄貴もそれを追い求めていたんでしょうか。ああ、俺はそう信じている。だからこそセルゲイさんも支援課の設立に尽力したんだろう。説教めいたことを言ったようだ。お前たちはお前たちで答えを見つけるといいだろう。多分あいつもそれを望んでいるだろうからな。はい。難しい宿題だな。ただいま。エステル、ヨシア、それにしずくちゃんも。あら、かわいい服を着てるわね。ありがとうございます。こんにちは、皆さん。お邪魔しています。なんだ、今日はしずくちゃんの外出日だったのか。ああ、俺に急用が入ったので彼らが付き添ってくれたんだ。エーステル、ヨシュア、面倒をかけてすまなかったな。気にしないで。しずくちゃんと一緒にいられてすっごくラッキーだったもん。ほっぺがプニプニのところも存分に堪能させてもらったし。エステルさん、まったくもうおじさんじゃないんだから。ところでミシェルさんから聞きましたけど、何でも警察と非公式に協力することになったとか。ああ、他の連中が集まり次第に説明させてもらおう。ロイド、できればお前たちも同席してくれ。はい。それではしずくちゃんは責任を持って預からせてもらいます。こちらは課長もいますし、頼りになる警察犬もいますから、どうか安心してください。ああ、よろしく頼む。しずく、いい子で待っていてくれ。うん、お父さん。そのお父さんたちも気をつけてね。ああ、心配するな。もう少し人手が足りてればよかったんだけど。全員捜索に出払うとなると、ここもちょっと不用心だからね。でもよかったんですか。俺たちの方からも捜索の人手を出した方が。気にするなって。そっちは病院の先生から成分調査の連絡が来るんだろ。人探しは自分たちに任せて、今後の状況に備えておくがいい。しかし警察の連中と協力することになるとはね。レミフェリアでは別に珍しいことではないけれど、よろしくお願いするわね、皆さん。いやあ、こちらこそよろしくお願いします。何かあったら遠慮なくギルドに連絡してきてちょうだい。こちらも何か分かったら支援課に連絡させてもらうから。それじゃあお互い頑張りましょう。ああ、いや、なんていうか圧倒されたな。アリオスさんはもちろんですが、ホープのエステルさんたち、それ以外の人たちも全員かなり腕が立ちそうでしたね。どうやら全員 B 級以上のランクを持ってるみてえだが、若手の実力者があれだけ集まってる支部も珍しいんじゃねえか。それだけギルドもクロスベルという場所を重視しているんでしょうね。裏を返せば警察が動けない状況を見透かされてるんでしょうけど。ああ、こちらもしっかりしないとな。と、ごめん、いきなり変なこと言って。気にしないでください。お父さんが昔警察にいたのは私も聞いていますし、いろいろ複雑で難しい問題があるみたいですけど、でも今回は一緒に協力してお仕事をするんですよね。ああ、
どちらかというと俺たちが助けてもらうんだけどね。さてと、それじゃあ支援課に案内させてもらうよ。手を引かせてもらっていいかい？ありがとうございます。そういえばキアちゃんいるんですよね。ええ、例のサイトと一緒にいるんじゃないかしら。しずくさんが遊びに来たら飛び上がって喜びそうですね。嬉しいな。よし、そんじゃ姫をエスコートして帰るとするか。あの先生、午後には連絡をくれるんじゃなかったのか？病院の受付に連絡したら、どうやら研究室に閉じこもって熱心に調べているらしいけど、薬の成分の解析に手こずっているのかもしれません。もしくはサボって釣りでもしているとか。さすがにそれはないと思うけど。なんだ、まだ例の先生からの連絡はないのか？ええ、何でも調査に熱中して研究室に閉じこもっているみたいで、こうなったら直接出向いた方がいいかもしれません。うん、そうかもしれんな。被害者が出ている以上、薬の成分は確かめておきたいところだ。ギルドからの連絡は任せて、急いで行ってくるといい。すみません、よろしくお願いします。そんじゃとっととバスでウルスラ病院まで行くとすっか。あれ、結構並んでるな。この時間にしては珍しいわね。おかしいですね。ちょうど5分前に前の便が出たばかりのはずですが。そうなのか？うん。よっ、そこの兄さん、ひょっとしてバスが遅れてんのかい？ああ、そうみたいだな。俺も20分くらい前から待ってるんだが、なかなか来なくてさ。困ったな、面会時刻を過ぎちまうよ。そっか。やっぱ遅れてるみてえだな。ひょっとしてまたエンジントラブルかしら？その可能性はありそうですね。はい、特務支援課ロイド・バニングスです。ナドリーだ、そちらの状況はどうだ？ああ、お疲れ様です。遊撃士協会の協力は無事取り付けることができました。マクレインに借りを作ったか。まあいい、連中ならば何らかの成果は上げるだろう。こちらはようやくマフィアどもの姿が消えた事実に上の連中が騒ぎ始めたところだ。だがまともに動けるにはもう少し時間がかかるかもしれん。了解しました。そういえば今空港近くにいるんですが、爆破予告の方はどうなりました？そちらは完全にガセだった可能性が高いな。最新の動力探知機で空港内をくまなく調べたが、何も出てこなかった。やはりマフィアの動向と何らかの関係が。今その線も探っている。ちょっと待て、空港の近くにいるそうだが、まさかそちらの方にまで首を突っ込むつもりなのか？いえ、実はこれからウルスラ病院に向かうんです。成分調査の連絡が遅れているので直接訪ねてみようかと。なんだ、
まだ聞いていないのか。まったくこれだから新米は。その手の連絡は正確な時間を決めて迅速にだな。すみません。確かにアバウトすぎたか。薬の成分が明らかになればこちらも上を動かしやすくなる。その医師とやらの働きには期待したいところだが、そういえば何という名前の医師なんだ。ああ、言ってませんでしたか。ヨアヒム・ギュンターといって神経科と薬学担当の准教授です。30代半ばくらいですけど、かなり有能という評判ですね。それなら少しは期待できるかもしれんが、どうしました。ちょっと待て、ヨアヒム・ギュンターと言ったか。それはメガネをかけた割とひょうひょうとした感じの男か。ええ、そうですけど、会ったことがあるんですか。あの、ダドリーさん。会ったのは2ヶ月ほど前のことだ。アルカンシェルのプレ公演で市長を暗殺しようとした犯人、アーネスト元秘書の取り調べをしている最中にな。セルゲイさんから聞いたかもしれんが、アーネストは完全に錯乱していた。そこで仕方なく彼が以前から相談していたというカウンセラーをウルスラ病院から呼び寄せたんだ。それでようやくまともに事情聴取ができるようになったんだが。ちょっと待ってください。ひょっとしてヨアヒム先生がアーネストの。ああ、主治医というわけだ。その時はさすがウルスラ病院の医師だと感心したものだったが。わかりました。本人にそれとなく当たってみます。ああ、そうしてみろ。とにかく時間は有効に使え。またこちらから連絡する。どうしたの。変な話をしてたみたいだけど、あの秘書の人とヨアヒム先生が何か関係あるんですか。ああ。それはちょっと待てって感じだな。考えてみりゃ、あの時の秘書野郎の態度とバカ力はどう考えても、行員のガンツさんのケースとそっくりかもしれませんね。しかもその主治医だった人がヨアヒム先生というのは。ちょっと病院の受付に確認してみるわね。あれからヨアヒム先生がどこかに出かけていないか。ああ、頼む。ダメ、出ないわ。話し中というわけでもなさそうだけど。遅れているバスに連絡がつかない病院、そして新たに判明した意外な人間関係ですか。さすがにちょいとばかりお膳立てが整いすぎてねえか。ああ、じきに日も暮れる。急いでウルスラ病院に向かおう。バスとすれ違ったら呼び止めてそのまま乗せてもらえばいい。ええ。どうしてこんな場所に停車を。それに誰も乗っていないの。そうみてえだな。ティオスケ、周囲の反応はどうだ。はい、アクセス。ダメです。周囲10セルジュに人の反応はありません。ちだろうと思ったぜ。どうやら魔獣に襲われたって雰囲気でもなさそうだな。ああ、ちゃんと路肩に停車している。多分運転手が自分の意思でこちらに寄せて停車したんだろう。もしくは停車せざるを得ない何らかの事態が発生したのか。このまま中も調べてみよう。ええ。
花や見舞いの品が座席に残っている。どうやら病院に行く途中だったみたいだな。ええ、ぬいぐるみ、子供の患者さんへのお見舞い品でしょうか。ああ、そうだろうな。はい、はい、わかりました。連絡の方はお願いします。こちらはこのままうるさ病院に向かいます。はい、くれぐれも気をつけます。課長は何と？とりあえずタングラム門に連絡をしてくれるみたいだ。ソーニャ副司令に協力を要請してみるらしい。そう、ちょっと助かるわね。ああ、副司令だったら必ず力になってくれんだろう。とりあえず私たちはこのまま病院ですか？ああ、ここから病院までもうそんなに離れていない。ひょっとしたら乗客が歩いて病院に向かった可能性もある。ま、見舞いの品を置いている時点でただごとじゃなさそうだが。とにかく急ぎましょう。すぐに日が落ちてしまうわ。ああ、日が落ちてしまったわね。でもあれは、屋外の照明はともかく建物の明かりがついてねえ。どう考えても様子が変だぜ。まだ早い時間なのに正門が閉じられていますね。警備員の方はどこに？とにかく中の様子を。こいつらマフィアの軍用犬。気配を感じなかったぞ。後ろからもです。何？あんたたちは姿が見えないと思ったらこんなところに。てめえら一体何をしてやがる？問答無用みたいね。気をつけてください。良くない気配を感じます。来るぞ。なんて強さなの。やっぱり例の薬で身体能力を強化しているみたいだな。軍用犬の方もそうかもしれない。しかしこいつら一体どうしたんだ。一言も喋らないで黙々と襲ってきやがって。感情の揺らぎがほとんど感じられませんでした。これではまるで。こいつら完全に無力化したはずだぞ。これがグノーシスの力。どうすれば。やれやれ、面倒をかけてくれる。今の針は。イン、殺したのか。経絡をついて気の巡りを遮断しただけだ。いかに体を強化しようともしばらくは眠ったままだろう。そうか。しかし相変わらず神出鬼没な野郎だな。ルバーチェの動向を探ってここにたどり着いたってところか。ザオからの依頼でな。しかし思っていた以上に厄介なことになっているようだ。グノーシス、眉唾者だと思っていたのだが。どうしてその名前を。あなたたち何をどこまで知っているの。お前たちが掴んでいる程度だ。ルバーチェどもの失踪と DG 教団残党の存在、
それ以上のことは私もツアーもつかめてはいない。そうか。そちらの目的はどうあれ、今は緊急事態だ。おそらく病院内はマフィアたちに占拠されている可能性が高いだろう。一刻も早く病院関係者の安全を確認しなくちゃならない。だからイン、この場は協力してくれないか。おい、そいつは何を言い出すかと思えば、お前たちが本来取り締まるべき犯罪者の力を当てにするというのか。言っただろ、緊急事態だと。それにあんたはあんたで真相を突き止めるつもりのようだ。だったら病院関係者を助けて話を聞くメリットはあるだろう。あくまで対等な協力関係というわけか。いいだろう、この場は力を貸してやる。だが足手まといになるようなら、私は私で勝手にやらせてもらう。それでいいな。ああ、構わない。まったく、もう思い切りがいいというか、こういう時のロイドさんは大胆すぎますよね。まあ、うだうだ迷ってる場合じゃねえのも確かだしな。そんじゃ早速病院内の捜索を始めるかよ。なあ、とにかく病院関係者の安全を確認していこう。ついでに話を聞けば何が起こったかわかるはずだ。ええ、了解です。それでは行くとしようか。セシルね、どうか無事でいてくれ。絶対にみんな助けてみせるから。